第18期プロクイーンベスト8司会実況の日吉達也です。解説は勝又健二が務めます。勝又さん、よろしくお願いします。お願いします。対局の準備ができているようです。第18期プロクイーンベスト8 A 卓3回戦投杯の開始です。はい、3回戦はチーチャから菅原、ナンチャ古谷、シャーチャ藤井、ペーチャサツキの並びで開局となります。なおルールは一発裏ドラありのダブル RC ルール。システムはハンチャン4回戦を行い、上位2名が決勝戦に進出となります。さあ、3回戦トンの曲ドラはペーとなっております。チーチャに座ったのは菅原。ここまでの着順が4着3着マイナス 61.2 ポイントと厳しい状況とはなっています。まあ、もう菅原さんとサツキさんは、はいはい、どちらも2連勝条件、2連勝条件ということは2人は勝てないわけですね。菅原とさつきの2人が勝つってことはないですね、うん、いやいやいや、麻雀なんで、はい、ないはないですね。 0.01% とかはあると思うんですけど、はいはい、まあまあ現実的ではない。なるほど。どちらかはもう敗れることはほぼ決まりという中で、両者が2連勝を狙っていく、はい、さあどのような展開を見せるか、まあ、ざっくりですけど、はい、今120差ぐらいなわけですか、藤井さんと。115とか115と120です、はい、ざっくり、はい、なので、60ポイントは詰めない、ずつつけなきゃいけないわけですもんね、はい、60ポイントとなるとトップラスを決めたら3万点差、はい、3万点差のトップラスを2回連続ですね、はい、これはなかなか、まあ、3万点差のトップラス2回は大体ないんで、はいはい、あ、なるほど、そういうことか、はい、なので4万点差のトップ3着を2回ぐらいのイメージでいきましょう、うん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 、はい、4万点差をつけるトップ3着ってことは6万点のトップを2連勝したらなんとなくぼんやり見えてくるかなみたいな、なってるんじゃないのみたいな、はいはいはい、だからいきなり、はいはい、トップラスとかを狙うんじゃなくて、まずは6万点のトップを狙っていこうよっていう感じですかね、はいはい。そんな中ですでに古谷に役割転配、まあ、でもそう考えるとね、6万点のトップの2連勝なんて別にプロ人生で10回はやったことあるから、やった僕でもありますよ、あるからね、はいはい、しかもそういう時って親番別に1回で決まりますからね。1回親番落ちたぐらいだったら平気ですよね。そうですね、さすがらこれプレッシャー込みのペーポンか、役ないですもんね、飛車地球の3色を見ながら。ああ、そうですね、3色ですね。ただね、古谷さんはね、テンパイが入ってますから、はい、あー、3ピン危ないかな、急走か、まだE ピンから古谷は換算ピン、E ペーコーのテンパイ、藤井がりゃんめんりゃんめん、E スーソー6級ピンはこれもうチーテンの構えと言っていいでしょう。もうあとは2、あ、3ピンだ、いや違う、役割にするなら、あ、難しいですね、ある いや、どっちもありますね、3ピンもあるし、りゃんピン、スーピンもあるし、あー、りゃんピン、スーピンですね、はい、イースーソーと6級ピンが悪くないっていうことなんでしょうね、はい、どっちか悪い両面があれば別なんでしょうけど、はい、これはウーソーですね、ピンの1つもありますもんね、はい、あ、1つないかった、E ピンが4枚切れでした、失礼しました、はい、E ピン4枚切れてました。あー、このサツキの3ピンが若干危ない、うん、まあ打つんでしょうね、しょうがないですよ。菅原はややピンズが高い、まあ、差し子が遠くに見えるのか、急走か3ピンか、ウーマンに手かけてる、3ピンか、さすがに、ね、古谷の上がりドラを切ったら当然テンパイという状況ですが、まあしょうがない、イーペーコー1300、いや、この A 卓は古谷と藤井の好調ぶりがここまで、もう充実ぶりがすごい、まあ、好調っていうか、はい、すごくいい内容の麻雀を打ってるなってっていう感じですよね、内容も良しならばもう言うことないですね、はい、さあその古谷が親番を迎えます。さあ勝間さん、これ今3回戦を迎えました、はい、途中でお話あったんですが、はい、1回戦のお話でしたかね、はい、古谷は加点するだけ加点するというお話があった中で、はい、いよいよ、さらにポイント開き、はい、残りの対戦数が少なくなってきた中で、はいはい、無理に連チャンするしないっていうのはこの状況いかがでしょうか、無理にといったらおかしいですけど、リーチにガリガリ押してって K 点取るとかはないです、はい、なるほど、いらないです、はいはい、けどシンプルに上がれる手、まあ、だからいい手は攻めて悪い手は守るだけですね、うん、はい、その構図がよりこうはっきりしたというか、うん、はい、まだね、
30目に4万8000打っちゃうかもしれないですから、はい、逆転ですから4万8000打っちゃったら、はいはいはい、あ、まあ、古谷さんはギリギリ耐えるかなるほどだけどね並びになっちゃうんで、うん、はい、あの年には年を、はい、ただ上がれるとはしっかり上がる、はい、ただそのあまりにもリスクの方が大きい押し返しはいらないですね、うん、はい、さあドラはローマンです。こちら菅原二面爪が完成、なんとか高い手6万点を目指していきたい。さあ古谷これで形はいいシャンテンですが役なしのお子さあ天杯イースーソー、これリーチかドラ切りでリーチになります。まあ、古谷からしたらどうぞですよね、こういうのも多分。まあそうですね、森市でしたら私はじゃあおとなしくしてますと、はいはい、曲が潰れて困ってしまうのは、まあ、でもあれですか、はい、ペンサンピン引いたら追っかけてリャンマンスーマン引いたら一通も見ながらイーピンリャンピン打ってで、ムスジ引いたらなんとか9万とか、はい、あ一発ないですもんね、この裏一ダリ一発ドラ1 5200痛い、うん、まあ一応抜けば嘘はありましたけど、まあまあまあ、うん、あのなんかここまでポイント差がついちゃって、はい、うん、選択肢が少なくてきついっていう典型な感じがしますね、はい、うん、なんか結構こう疑心暗鬼になってきますよね、何でも当たっちゃうなみたいな、うん、3品も、先ほど、サツキが豊潤にもなりましたし、はい、今は菅原が豊潤にもなりましたし、追いかける2人の器が何でも当たっちゃうぞみたいな変なこう辛い疑心暗鬼みたいになってきます。佐藤の3局親富士5200のリードを持てば十分か。ドラはさ、うん、先ほどに続きローマン、ね、別になんか120弱の差ですもんね、はいはい、まあ、トップラスでもね1万点差ぐらいのトップラスだったら40しか、70残って、はい、もう1回ですもん ね、 別に全然 OK ですもんね。うん、この4社はプロクイーン初の決勝進出を目指しての争い。古谷は現女流王か、そして藤井は初の G1 タイトルを目指して、ビッグタイトルを目指して決勝進出を狙っています。やっぱりタイトルって大きいですもんね、はい、うん、笠間さんこう初タイトル取って、あのグランプリマックス、はい、取ってからなんかこう変わりましたか、はい、どのあたりがこう一番タイトルを取ることによって変化が出ましたか。ちょっと自信を持てるようになりますね。なるほど、ま、その自分の麻雀が、うん、はい、当然ね改良点はあるけど、はい、いい方向に行ってんだろうなとかいう自信を持てたりとかもありましたし、でもちょっとなんですかそれって、うん、ちょっとなんですか、うん、まあそうですね、やっぱり強い先輩たち山ほどいますからね、はい、あのちょっとですけど、うん、まあでもやっぱりそのね強い先輩たちと、はい、あの互角に戦えるようになったなっていう自信にもつながるし、うん、まあ、やっぱ自信っていう面が大きいですかね僕は、まあ、やってきたことが間違いじゃなかったということも合わせて、うん、だろうなみたいな感じですけどね、はい、うん、はい、まあ、古田にもそういった意味ではね初タイトル取ってからこうかなり自信たっぷりっていう言い方がちょっと難しいんですけど、うん、あの迷いがないような自分の麻雀に自信を持ってるような感じはありますもんね、はい、さあ、さつきパーピンを切っていく。こちらは菅原、タイヤをドライチ、まあ、切る手も有力ですけど、まあ、ウーマン自分で切ってるっていうのもありますか、はい、でもね、あのパーマン持っとくと、あのドラ引きもね対応しやすい、はい、まあそうか、そう考えると今の菅原さんはウーマンを打っといた方が良かったですかね、ローマン引いた時に6球満の可能性を残せるから、ほう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 、さあ古谷白があんこになった、これで自由自在、まあ換算層を払います。パーピンが1枚ギレだからピンズのブロック外す手もありますけどね、はい、はい、3万2枚ギレか、おお、そしたらね3万切る手もありそうでしたけどね、はい、はい、ありそうですね、はい、3万2枚ギレは3万切りたくなりますね、まあ、でも3万菅原さんと親の現物っていうのもありますかね、うん、あ、スーピンポンから発信しましたね、はい、
これで目いっぱいに受けますが、うん、まあもうさばいていけばいいですからね。3万ないですけどね、3万がないってことは、はい、2万とか数万とかが良さそうっていうのはありますよね、うん、横に伸びたら強い2万になりそうです。これは切りますか。はい、はい、まあ藤井もあ そこまで親には固執しないかもしれません。そうですね、あの事故を避けてればいいですから、はい、簡単に上がれそうな時は上がって加点しとくんですけど、うん、はい、無理なくまずは安全。あ、はい、天敗ですね。これはリーチですね。ドラ1リャン面高めイーペーコーリャンウソです、うん、ただ古谷さんは3万あるし、そうですね、じゃあ降りようと。はい、うん、いいシャンテンですが行きませんね、やっぱり粘りもしないと。はい、天敗ですね。あ、ごめんなさい、天敗じゃないです、はい、まあ関してもいいんじゃないかなっていう感じですけど、うん、まあ、今はいつでも打てますし、あ、でも3万3枚切れなんで今切ってもいいですけど、うん、はい、今、はい、切って関3万引いてのリーチも一応対応はできます。もちろん数万関もある。一番強くいくなら数万安関ですね、はい、穏やかにいくなら今、はい、今です。さあ、菅原の町、リャンウソー、1、2、3、4、ウーソー2枚とリャンウソー1枚、あ、リャンウソー0だ、ウーソー2枚だけですね、はい、あ、いいシャンテンにも取りません、やはりもうこの絵落として OK という感じ。ここで満を持して4枚持っている、4枚に一度はなった白を切っていく。天敗だ。あ、関してリーチですか。数万の暗冠が入ります。リャンマンは1枚切れですもんね。シンドラがリャンソー、これはサツキに1枚乗りました。でリーチですね。そしてリーチになります、はい、リャンマンとローピンのシャンポン待ち、リャンウソーの菅原。あ、ローピン残ってますね。2枚ともですか。はい、リーズもドライドラドラスター。ああ、ウソー高めイペーコーだ。リーチ、タンヤオ、イーペーコー、ドライチ、8000の上がりとなりましたのは菅原です。菅原、サツキはお互いが2連勝してどうかといった状況、サツキが厳しいです。まあまあまあね、狙いは6万手以上のトップなんで、はい、はい、1回漫画打つぐらいね、うん、はい、大したあれじゃないとなんですけど、とにかくね、藤井さんと古谷さんの点数が全然減ってかないんですよ。はい、本当ですね、はい、そのさっき表紙さんが言ってたように、やっぱり6万点を超えるトップ狙うときって、はい、親でね、いかに効果的に連チャンできるかなんですよ、はい、でそこ勝負なんで別に満貫ね、うん、減っちゃうぐらいはいいんですけど、はい、まあ、とにかく展開が向かないなっていう感じですよね。そうですね。さあ、ドラは白です。こちらなんちゃ菅原、ダブリ？え？は打たなかったですけど、数層ペイですよね。打ってもいいぐらいでしたけどね。打ってもいいぐらい。ペイはね、すぐにでも出ておかしくないし、はい、確かにピンフに差しいろいろありますけど、あ、これなるほど。あ、数層打っとくてってことですか。例えば一つあるかなと。まあまあ、でもチーピン1種類なんで、チーピン種類だったら、はい、の4枚だったら、うん、ペイと数層のダイレクトツモの4枚と一緒なんで、一緒か、はい、はい、取っといた方が勝ち高そうですね。例えばチー、それこそチーピンとかだったらな、あの数層打つもありますか。とにかくね、今あの古谷さんのテーマは、はい、打点じゃないんで、うん、曲を進めるなので、はい、取っといた方が、6球ピンの天敗よりもツモのみの方が価値が上と、うん、そうですね。だからパーマンとか引いたら外すんですかね、うん、パーマン引いた時どっちで外しますか。数層で外すんですかね。なるほど。あんまりね、クイタンにも、はい、ね、ペー打ったイーシャンテンは数層ポンした時のリャンウパーマンにメリットがあるぐらいで、うん、ちょっと少ないですよね、はい、数層切っておけば横伸びはもう全て対応できるということで、はい、もう
ハイパイから転敗していたこの古谷です。パースを切ってますが、ここは変えました。カンウソウの役なしに変化。さあ3ピンを引き入れてメンツ完成しました。1メンツ目、さあシャーです。菅原ウーソーを引いて差し子が若干見えるか。いやー、7巡目8巡目に来ても、はい、ダントツで古谷さんですもんね。ん、全然なんかこう藤井さんが一番追いついてる感がある感じですもんねそれはもう2人にとってはもう辛すぎる展開。頑張らなきゃいけないのはさつきと、菅原さあ本日はダブル R シール順位点は5000点、15000点、1着順につき1万点の差がつくルールとなっています。カンパーピン引いてドラ打った。サツキイシャンテン。でもやっぱりね、古谷さんはね、ジャントーペーだしね、ある程度組んでいけますよね、サツキさんの皮が強くて。そうですね、もうサツキリャンシャンテンでしたね。失礼しました、リャンシャンテン、はい、形はいいです。しかし理想の形には一切なりません。さあ迫りたい。12巡目を超えました。まだ形式転敗考えるの早いですか。さつき両面とシャンポン受けなんですごく形はいいんですが、そうですね、いや考えてもおかしくないですよ。おかしくないです。さあこれで藤井がイーシャンテン、またしても役割を目指した。まあ考えますか、もう今のつもぎりで。なるほど、もう我慢ならんと。5回のつもでリアンシャンテンですもんね。はい、はい、5分の2で有効配を引かなくてならない。じゃあ全部泣きますか。しかもね、上茶の藤井さんはね、はい、ラストアンパイアンパイアンパイって来ちゃうかもしれないし。ああそうですよね。ローマを自分で切ってます、はい。まあ、ドラ切りのねさつきさんに対してどう対応するかで、アンパイが3層2枚とシャー1枚あるんで、はい、ちょっと足んないんですよ、うん、あと5回切んなきゃいけなくて。完全に受けるだからもう1回サバ読んでウーマンつもぎるか、はい、シャー打って3層3層っていってアンパイ増えるの待つか、はいはい、ローンだけはないローピン打つかとかいろいろ考えてますね。うん、ここは3層になりましたね。まあ、自分の手は狭くはしましたが、さつき、やっとメンツ完成してイシャンテン。いやハイパイから転敗した古谷ですが、藤井はどうやらこれも受けそうですね。そうですね、はい、これであと1個完全に通るのができてくれればしのぎきれるんで、今3万ができたんで中抜いちゃう可能性はある、うん。これはサツキにポンやチーをさせないように打っていくこともできそう、打たないんでしょうね。そして3万抜くか3層抜くかの選択なんでしょうね。うわ、抜いたわ。もう藤井さんはねもうずっとテーマに忠実に、はいはい、リードを取った時のテーマっていうことですね、はい、このあたり。もしこれを、はい、サツキさんを脳天でこの 曲させれたら、はい、藤井さんファインプレーですよね。ですね、はい、自分のテンパイよりも相手を脳天に追い込むために絞りを入れている、はい、さあさつき、はい、あと1回自力、一応ポンがまだできますので、
藤井以外から泣くこともできます。3ピンパーマンはポンテンが入ります。3ピンなし、3ピンなしパーマン 1手の形は広いです。スッチ層激薄、なんとアリアンピはまあまあいますよ。さあ最後のツモ番マンズはダメだ。いやこれ藤井のプレーが光りましたね。技ありですね。あの13巡目の3層から、はい、まだね5巡6巡あるんで、はい、1杯2杯甘える人もいるかもしれませんが、5巡3枚ってまあまあバランス難しいですからね。はい、はい、いやよくしのぎました。これでトンの4局サツキの3回戦目の1回目の夜があります。ハイパイから転敗していた古谷の一人転敗で流局となりました。さあ3回戦は何の一局と変わります。親は菅原織りなしと言っていいでしょう。なしですね。なしですね。織りはない。まあ僕はあれですよ、はい、経典で白と初ポンされてのチュン切ると、チュン切ると、うん、まあそういう意味ってことですよね、はい、一緒なんで、はい、ここで論されようが折と3万2000の宝珠がどうかちっと見るんで、うん、はい、なるほど、あ、いい手じゃないですか。あ、全然違う人見てましたドラは不憫です、はい、ってことはいい人がいるんですね。悪い手でした。古谷いいじゃないですか。古谷さんいい手です。いいじゃないですか。藤井もいいじゃないですか。いいですね。サツキはでも白統一、ドラ統一ですね。でも白ポンで満足できるかどうか。まあまあでも親番の勝負なんでね、うん、はい、いやこれまた古谷と藤井がいい。サツキは何4局の親番が残っています。がぜん厳しいのはこちら菅原両面できました。まあまあでもしょうがないですからね、そればっかりは。はい、誰が何と言おうとしょうがない、はい、旬が重なります。さあさあ伸びる伸びる伸びる、タンヤです。リャンシャン手戻し、うーん、6球ピンがね、はい、タンヤを確定の受けじゃないんでね、はい、数層打っといてマンズ伸びたらいいピンっていう手がねありそうですけど、はいはい、もうその1個前にその手を打ったってことですね、はい、このそのおかげでね、あの3層打層が受け入れられて、はい、あ、まあ、こうなったら結局同じだったかもしれませんが、はい、今のタイミングで三層やウーソーが、うん、を取りこぼさないようにと、はい、ローピンだけはね、このね単ピン両ペーコー見えますけどね、はい、ローピンは文句なくチーテンでしょうね。なるほど、それぞれのテーマがもうはっきりと出始めました。トンの、3回戦の何の一曲、旬のポンだ、流しに来る流しに来る、二人がかりだ。ハクは食い上がった、痛い、まあ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 、いいピンですか。いいピンですかね、はい、効率はいいピンですね。1枚切れてますしね、かつ、はい、ここいいピン5ブロックにしていきます。うーん、菅原さんもねなんかまとまってきてるんですけど、はい、手番は古谷。あ、ドラポンできたの大きい。おお、ポンできた。ま、まあでもね、子供の漫画なら打っていいですからね。そうですね。これは止めらんないですよ、古谷さんも藤井さんも。まあ、菅原としては相手の打点よりもとにかく自分の親が流されてしまうのがもう、はいはい、息ができなくなるぐらい苦しいこと。お、ローソーが。まあレアウピンが弱くもなってますし、ね。はい。はい、これ藤井の天敗とともにローソーを打ち出されるとサツキチーテンが入ります。ローピンが助かった、間に合った、これで両面両冠、いいシャンテンです。菅原リーチまで行きたい、でも今回サツキはもう止まんないかもしれない。止まんないですね、はい、まあ宝珠チーマウツかな、宝珠したらトップラスの危険がちょっとできるけど、うん、チーピン、チーピン、パーピンと打とうということですね。そうですね、はい、チーピンはね、ウーピンポンなんです。チーピンのターツはなさそうですし、はい、あ、これは、まあ、これはパーピン打つんじゃないですか。
パープンでいく、はい、今考えてたのはローマンとチーマン出た時にポン点取るかどうかとかぐらいですね、はい、さあサツキテンパイリアンウーマン、わーリーチが入った、いやーよく追いついた、さあスッチーピンです、しかもねメンピンドライチでそこそこですよ、はい、しかもウーピンポン入ってるスッチーピン、あー薄い薄い、確かにあれでもこれ、あーまあローピンがあるからなら、あれ、はい、うん、なるほどなるほど、もう今だけ通るやつからですね、ベタ折りの手順ですね、はいはいはい、はい、いわゆる、ローピンとかまだ先に、もう先までと、うん、まあ、あと今この瞬間サツキにも通るってことですもんね、ローマも今通った、はい、まあ全域でしょうねサツキさんは、リャンウーマンもそんなに多いわけじゃないけどスッチーピンの方がきついですね、スッチーピン順からだ、順からだ、リャウマは 1,2,3 リャウマ 1,2,3 4山4対0果敢ですよ、さらにそうですね、攻める攻める、あ、リンシャンなら跳ねま、スーマン1枚乗った、いやこれ菅原スガラさんも乗ったんですけどね、本当です、よしよしと1万2000になったわと思ってるでしょう、はい、なのにこのスッチーピン順からは辛すぎる、手詰まんないですもんね、9万もあるし、なるほど9万あって、まあでもね流局するかもしれないし、はい、さつきさんはね、あ、うま1枚来た、さつきさんはできればね、ツモで菅原さんからローンじゃなくてツモで行きたい、はい、3枚残り、残り3枚です、1枚流れましたね、もう1枚流れた、2枚、流局あるか、まあ、それでもスッチーピン触ることはないでしょう、はい、え、まあ、というか菅原さんにだけ打たないようにいきます、これさつきさんに当たっちゃうのは最悪許せるんですけど、はい、菅原さんの報酬だけはやってないんで、うん、まだローピンとかってことですか、ローピンとかローマンとか、はいはい、まあ、ローマンかなんとか、その中でさつきさんに一番マシなのを探すって感じですね、うん、ローマンですかね、テンパイ何でもいいんじゃないですか、テンパイをまだ目指したいっていうことですか、うん、何は、ん、菅原さんには現物、現物ですね、はい、1枚切れ、はい、はい、うん、抜きましたね、さあこれは菅原チャンスなんですが、上がり牌が山にない、あ、テンパイ、まあでもやっぱ、うん、菅原さんに通ってない牌は切らないですかね、そういうことですか、ないんですねこれ、ローピンもあ、ローピンがあるか、はい、リャンピンが4枚見えてて短期しか当たらない牌、うん、いやー、逃げ切るというか流局持ち込めるか、まあ、もちろん自身は当然上がりを願っているんですが、菅原の上がり牌スッチーピンは山にない、これが最後か、うわー、掴んでしまった、最後のパイだ、最後のツモ番でヤンマンを掴んでしまった、ハクドラ3、ハクドラ4、8000の上がり、8300、燃焼条件の2人はこれはちょっと、まあ、せっかく上がったとはいえ菅原からということで、まだまだ茨の道が続きます、いやー菅原厳しくなりました、ドラ3走、さあ古谷ピンズで一面つですが、後輩パイですね、後輩パイですね、マンズリアン面、ピンズ三面ちゃん、こちらは藤井がピンズ一面つ、春平統一、でも1、2回戦と違って、はい、3回戦難入してこの点数状況なら、古谷さん流局してテンパスも能点いう可能性ありますね、ありますか、はい、うん、なるほど、いよいよそういう段階ですか、入ってきました、
まあまだね、親の国士報酬したら並ばれちゃうんで、勝手に越したことはないけど、連チャンする手もあるんですけど、はい、うん、でもそういう選択もあるような状況に入りつつある。菅原はなんといつですが、まず1枚目は泣きませんというか泣けないのかもしれない。もうただ まずはトップ目指して1万点ほどの差だけじゃ足りないか、正直やっぱり。さあドラメンツ完成。やっぱりさつきさんはねオーラスのようにかけるんですけど、はいはい、シンプルに出て5に積もって満眼球を狙って上がって、うん、はい、まあ3万点後半とかぐらいで親番迎えて、はい、あとはどこまで伸ばせるか、はい、なんちゃ藤井はメンツ一つ、まあ、ここはかなり自敗を温存して安全にといった感じです。何落としやるか。そうですね、メンタンピン、はい、イーペーコードラとか狙えますもんね、うん、おお。どうなんですかね、スッチーピン引いたペンサンマンのリーチとかはないですか。スッチーピン引くとね、イーマンリャンマン打ちたくなりますね。うん、なるほど。厳しい戦いとなってきています。さつきと菅原、もっと換算ピン入ったらこれで初もあるし、うん、ただポンをすると、まあ、親の安牌は9ピンがあります。まあただね、今回は古谷さんに手が入っちゃってるんですけど、はい、やっぱ普通に考えることとしては、ええ、古谷さんはねそんなにガツガツ来ないだろうと思えば、ええ、他の2人に安牌が尽きなければ仕掛けてかわしに行っちゃう手はありますよね、うん、あ、これ広げましたね、はい、ポンしそうですね。これさつきがこれでイーシャンテン、白は安全牌、チュンペイは場にも出てないしまだ誰も持ってないんですよね。むむむむ、どっちもありますね。イーマンリャンマン切ってもいいぐらいですし、はい、ローマンもあるし、うん、ここは形の良さを取っていく。3面ちゃん3面ちゃん、藤井もいいシャンテン、藤井の欲しい初もこれは誰も持ってない上に山、藤井さんはこれあれですね、サブロスを持ち点取るんでしょうね。ありそうですね、はいはい、3万のポン点数、そのポン点も、うん、まあ、なんか菅原さんも羽万倍万が狙えそうな感じになってきましたね。いずれにしても3層は2枚使いたいですね。うわー、リーチまである、いやー来た、いいスーチーピン。まあ富士さんからしたらね、リーチですかみたいなとこありますけど、すぐやめ当然でしょう。さつきは簡単にやめれないぞ、初だ、これはもう富士は出ても泣かないでしょう、てかもうメンツを壊してます。まあ行かなきゃダメですね、はい、押さなきゃダメですね、はい、これだけの手が入れば、そうですね、はい、相手はイスチーピンだぞ。でも言うほど残ってないんじゃないですか。掴んだ、チーピン山にない、チーピン山にない、スーピンが1枚、イーピン2枚、3山、3枚ですか。うん、ドラ2枚使いたいが、まずはリャンマン、これでサツキは6球ピンが振り点ではないので、どちら、あー、こういう着方するとダメだよ。これはサツキ止めれないか、リーチだもんな。これはちょっと止めれないですね、止めれないですね、リーチ打ちますよね、これはリーチでしょう。
や、やめるのか、まあ、まあでもそうか、考え方としては古谷さん、はい、この状況でやっぱねいいリーチしかないですからね、はい、さあ古谷の上がり、裏ドラこそありませんが強烈な5800、まあ、チーピンが当たるかどうかなんて読めないんですけど、はい、チーピンが通ったところで、自分のこのシャンポンが、はい、古谷さんの2面以上濃厚リーチに、うん、果たしてじゃあそれは得なのかとかっていうことですけどね、はい、リーチキングドラ1の上がりをものにしてさらに連チャン、その差はさらに広がりました、うん、これは古谷さんは一発100万打っても大丈夫なぐらいに来ましたね。いよいよですね、はい、なんと1回戦2回戦に続きこの3回戦も古谷と藤井が上位を独占、こんなに厳しいことがあるか、こちら藤井、藤井2面ツ、サツキは初ペイ統一、2万9ピンも統一です。うーん、菅原ちょっと上がりは難しそうな手配、この局は古谷は自牌を抑えてこう、まあ、イーソーイーピンの次に、まあ、パーピン切りましたが、はい、ちょっともう受け気味でいいかなみたいな感じですかね。まあ、そうですよね。なんかやっぱり感覚的なんですけど、はい、やっぱ今のね5800の直撃はなんとなく、はい、まあ、やっぱりもう一回漫画打ってもまだ大丈夫だな、いや漫画に100万打っても一、うん、回100万打っても大丈夫だなって感じしちゃうんで、はい、受けに入る頃合いな気もしますよね。なるほど、もう十分だなと。でしかも手もね、あのドラも浮いてるし大した手じゃないんで、はい、まあ親を落とすにはちょうどいいぐらいの手かなと。さあさつき、これ本質まで見えるぞ、ね、あのこの半チャントップに立って、はい、はい、まああなた方のターゲットは藤井さんでしょっていう感じですよね。そちらでやって使わさいと、うん、もう私のことはほっといてくれていいですよと。まあこの9ピンポンが来たことによりさらに受ける形になるか、ドラ、下茶のさつきが9ピンのポンをしています。リャンマンの統一落としという格好になりました。さつきとしては、古谷藤井としてはあまり無理せずという格好にはなりそうですね、はい、もうどんどんね曲さえ進めばいい。だからあと古谷さんと藤井さんのやることはね、はい、さつきさんの残り3回の親番と、菅原さんの残り2回の親番を、はい、はい、しっかり終わらせれば、うん、それだけですか、それイコール勝ち上がりですからね、はい、さあここで天牌が入ります。甘露ピン、初が出たらポンですかね。今それを考えてましたね、はい、はい、どっちに受けようか、うん、まあどっち何するんでしょうね、うん、はい、2600よりも5200にしといて自配短期に変えれたら8000もあると、はい、ちゃんたですもんね、ちゃんたで、うん、何短期なら1万2000もあるという感じですよね、はい、もうこの辺りから歌、いやでもまだソーズ、ごめんなさい、ピンズも自牌も1個も余ってませんね、うん、
藤井シャンテンで浮いている白は3枚切れだから安全牌ですね。換算ピン引けると、まあ、藤井さんからしたらねこの局の展開は楽ですからね。さつきさんがねピンズいったんで、はい、もうあとは菅原さんに補充しないようにっていうぐらいですからね。菅原ドラドラになりましたがまだちょっと手は大変です。さつきは貫禄ピンから6球ピンに変化しましたが9ピンは自分でポンをしている牌です。ただ1残ってないか9ピン残ってない。ローピンがあと1枚だけですね。6球ピンさあメンツ1つ完成しました。あ数ピンでしたか。メンツが完成したわけじゃなかったですね。すいません失礼しました。チツに向かいましたかね。はい。ああこれで役あるサグローマンこれは誰から打たれてもおかしくない。直前でローマンが打たれてるぐらいです、うん、まあ、次の古谷さんがローマン切ってもおかしくないですね。おかしくないですね。これ切りそうですね。初難はいずれも打てない範囲なの で、ね、ああ今ああピンズ掴んだらいかないか、まあ、いくんじゃないですか。行きますか。 E ピン3枚見え。ウーピン切れてます。やめてもいいですけどね。やめそうかな。なんか古谷さん降りてるんで流局さえしちゃえばまあ、はい、局潰れるんでやめていいですけどね。はい。そうそう、まあ万が一ね何あんこで1万2000とか打ったら、はい、ちょっとだけ見えてきちゃうんで。うん、ああ行きましたか。ああ3万危ないか。危ないな。まあでもチーマン打つのかな。ああ3万か。しましたか。チーマン一応筋っていうことですか。あ現物と筋ですね。はい、はい、さあ藤井の上がりピンフ線は1300の上がり両ピン一杯をして上がりをものにします。さあ3回戦はなんで3局親は変わって藤井です。かなり上下はっきりと分かれてきました。そうですね。はい、ドラが進そう。さあ藤井さんはどうするか。念には念を入れるんだったら、ええ、この半チャン古谷さんまくりっときんですけど、ですね、もう大丈夫って思ってればね、はいはい、親落としちゃっていいかなっていうところです。ああ大三元白は、うわ白1枚ずつ持たれてるのでじゃあ早急に重ねないと、はい、もう急いで重ねないと。あとあそっか菅原からは出る可能性ありますもんね。まあ藤井も今のうちだったらまだ出るかもしれない。今すぐ白を今すぐ白を。いやでも悪すぎて出ないかな。まあなんか何狙っていいかよく分かんないですよね。分かんない。はい菅原さんそうですね。第一は9ピン切っちゃったから国士も見切ってるし、まあかといってねハイパイ5種で国士なんてちょっと狙ってもしょうがないし、はい、っていうことを考えなきゃいけないぐらい大変な状況ってことですね、はいはい。そして古谷の手もまあ悪くない。そして藤井は先に白を、打ち出しました。初チュンはまだ誰も持ってません。いや打たれた。第三元なくなりました。いや残酷になったか。まあしょうがないですね、はい、まあ普通に万眼球を積もって、はい、オーラスの上に来たいっていう狙いですよ ね。リーズもヤクヤクなりリーズもヤクドライチなり積もって最後の矢にかけたい。おドラ来た。いいじゃないですかくっつき。これは白ですか。一応小三元でした。そっか白を引いたらまだ白チュンシャンポンの小三元は残るわけですもんね、はい、まあチュンアンコって白短期でもいいですしね。ああ確かに確かに。で白短期からドラ引いた時だけイースーソーリーチ行くとか、はい、そういう手もありますしね。そうですね
イーシャンテンですが役なしは取らずにイーピンつもぎります。とにかく役割にこだわっていく。危険な地域には足を踏み入れません。チュンポンしたら白短期ですかね。まあ1枚目はスルーなんじゃないですか。あ、はい、なるほど。そもそも1枚目スルーですね。確かにそうなるとこの菅原が安牌感覚で持ってる白が大変な点数に飛び込んでしまうかもしれない。チュン引いたらね、白短期リーチとかもありそうですけどね。ありそうですよね。リーチ小三元ドライチで跳ねまんみたいな、はい、チュンだ。打った。動かず。しましたか。動いた。じゃあ一旦白短期ですね。マンガン8000点のテンパが入りました。はい、白短期。一枚目からのポンですからね、やや怖さはありますよね、この状況で。まあまあでも、はい、やっぱり親番勝負はもう親番勝負ですから、まあまあすね、はい。これ2000点のケースもあるし、マンガンのケースもあるしっていう感じだと思います。リーチ来た。わあ、これ一巡耐えたら吐く。本当だ。ですね。あ、現耐えた。耐えたよ。うわあ、すが。まあ、パーソーからいくかも。ウーマンもある。でも吐くか。パーソーからいくかもしれないけど、一応ね、スワンコの可能性もちょっとありますしね。吐くですよこれ。うわあ、もう地獄。悪夢ですよこんなのもう、うん。安全牌のために持ってた吐くですよ。うん、で自分は100万球狙うしかない中。現物となっている統一に手をかけることもなく、さつきの上がり、小三元ドラ1、8000の上がりです。いやー、菅原これは厳しいベスト8になっています。さあ、ベスト8 A 卓、3回戦は何の4局オーラスを迎えました。トップ目に立っているのは、古谷、続いて藤井と、またしてもこの並びです。さあ、とりあえず、はい、さつきさんは、はい、はい、6万点のトップまで最低限頑張って、はい、どっちが3着になるか分かんないですけど、あとは最終戦勝負と、はい、悪くないですね。一目座ってどうなります。まあ強引に200万狙いますか。あ、まだいかない。あれ、初統一メンツ一つ完成してる。白統一、こっちはちょっと厳しいか。ま、藤井さんはしかもね、さつきさんの神茶だし、はい、さっきみたいにこう絞りに出る可能性もあると、はい、この菅原の初や白はちょっと打ち出されづらい状況かもしれない、うん、そうなるとさつきはチャンスだぞ。ドラももう使いやすい形になっている。藤井のところに来ました。あ、打った。あ、ポンせず。そうですね、ポンしてもジャン灯もないし、はい、安牌が減っちゃってドラなしリアンシャンテン。あ、でも2枚目は泣くんですね。うん、ここは1枚目は動かずでしたが、はい、2枚目は動いていきました。まあ、いずれにしてもこのさつきに折りはないでしょう。まあ、ただね、まあ、これでも古谷さんにとっては嬉しいチュンポンですね。なるほど、はい、いわゆる一発や裏ドラといった付加価値はなくなりましたので、このね、1万2000とか1万8000っていう報酬の可能性はかなり減りましたから、はい、この曲はじゃあ目いっぱい上がりに向かっていく格好になりますか。そうですね、はい、仕掛けて、おっと、でも後継だけは作るよといったところか。いやー、まあ、ジャン灯探しっていう感じですよね、うん、全員がね、端から切ってるんで、シャワー狙いやすいパイってことなんでしょうね、はい、うん、これはシャワー、これはシャワーです、うん、はい。そしてこうなると藤井はまた目いっぱいし、絞りますよね。そうですね、古谷さんが上がるまでの時間を、はい、藤井さんが稼ぐみたいな感じですね。さつき、チュンの果敢、シンドラはペーです。
古谷イーシャンテン初のポンの後両ピンを両面でチーしています。サツキはチュンのポンの後チュンの果敢パーピンか。サブローピンロック出走、はい、まあ、そんなに薄いわけではないですか。そうですね、古谷さんはスッチストーパーピンみたいな感じ。そうですね、うん、まあまあまだまだあるって感じですね。うん、さあ藤井は徹底ガードに入っている。菅原の立ちも難しいぞ。いろいろまだの手だ、まあ、ただパーピンが薄くなってきましたよ。ですね、あ、パーピンかな、ローピンか。換算層の天敗になると古谷もかなり楽ではない中、うん、ウッパーピンついに入りました。パーピン1枚残り、ウーピンが2枚、はい、ただウーピンは出づらい、ドラですね、はい、よく先にパーピン処理できました。平和シンドラです。1枚切れています。ただいやーこれどうして、まあでも両層イーソーとか打てば補充することはないが手は終わります。パーソー、これは古谷の現物。ウーソーは親の現物です。2枚残すか、2枚残した。ウーピンのドラ、なるほど、合わせる形で出た。ああ急走泣けてサブローピン、そうか、藤井さんがちょっと手が詰まりつつあるってことですね。早い現物ばっかそんな続かないよと。はい、まあでもこれなんかいいですね、ウッパーマンっぽく見えちゃうから。おお、なるほど、チーマン引っ張ってますので、はい、まあただ変わんないか、無筋はいずれにしても藤井さんはいかぬし、うん、うわあ食い流れた、大きい、さつきさんなんとか耐えた。ありえますね、これ1、2、3、4、5、ん5、ウッパーピア2枚、6、サブローピンも2枚、サブローピンは2枚、はい、1、2、3、4、5、6、ああ掴んだ、ドラマタギ、打つか、1回は、うん、打ちますね。サツキの上がりです。チュンドラ1,3900の上がりです。これでサツキは着順一つ上がったんですが、一つ上げただけじゃまだちょっと、はい、うん、まだ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 ですね、はい、こんなもんじゃ終われない、うん、こんなもんじゃ終われません。もうなんか先手取った4000オールとか来るまでなんとか粘って連チャンして、はい、さあ何の4局一本場、ドラは嘘、悪くないかな、悪くない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 、でも打点あとは、うん、まあ面前でいければね、はい、はい、面前でいければいつでもチャンスはある。なんとなく高くなる感じもあるじゃないですか、面前でいければ、はい、リーチチューンうんぬんみたいな。今回はみんな良くないかな。さあ問題はね、古谷さん藤井さんですからね、はい、菅原さんはやっぱりね、そこそこの手作りをしてくるでしょうから、これどうしたらいいんですか。いいじゃないですか、うん、なんか2万3万かチュンか行きたい感じはしますけど、行きたい、2万3万いいですね、言われてみると。今チュンかなと思ったんですけど、うん、チュン切ってもなんか2万引いちゃうとね、はい、っていうところありますけどね。ぱっと見チュン切りたいなと思った瞬間2万3万ありですね。うん、サツキの選択はチュンになりました。まあでもね、2万3万っていうのはね、ぼやっと高くなりそうなのを二巡様子を見てるだけで、うん、はいはい、やっぱりね、この古谷さんと藤井さんがいつ上がっちゃうかも分かんない中で、うん、はい、はい、もうシンプルに上がりを取りに行きたいところもありますよね、うん、ここは3層切る一手ですか。形は3層ですけど、はい、あとは打点との折り合いだけですよね、うん、ここは3層、まあ、やっぱりこれでもう、はい、
メンピンでも OK、はい、メンタンでも OK、うん、どっちかにはなりそう、まあ、なりそうな感じはありますもんね。後継リーチを目指してっていう感じですね、はい、うん、これはちょっと周り3社は、うん、むずくなかなか大変ですね。たドラパソ3層おお、パソでしたね。リャンピンアンコになったぞ。なんだなんだ、数アンコあるぞ。なんだウーピンシャア、うん、あ、ウーピンない、シャアもなくなった。なんでこんな辛いの、いっぺんになくなった。あれ、あ、酸素窒素か。ドラ固定していく、はい、まあね、差し子の3色になったらドラ切ってもいいかなぐらいですね。そうですね。いや、なんかいい感じじゃないですか、さつきさん。いい感じですよ。ここに来てやっとツモが、うん、ね、聞いてくれたっていう。うわー、難しい、うん、これ連想ツモ切りました。連想切り以外だとどういう選択ありそうですかね。うーん、ちょっと難しく見えますね。まあ6ブロックになるんですけど、はい、リャンマンとか、うん、まあ、3ピンもあるし、はい、リャンソーもあるし、うん、わー、ポンした。ドラドラのサツキ3ピンから、これは怪しいですね。怪しいですね。チュン打ってますもんね、何しろ。チュンとイトトシもあるんですけど、リャンソー3層っていう両面を払って3ピンポンですからね。はいはい、そうですね。狙いは何なのか、タンヤを狙ってるからリャンソー3層を切ったのか、トイトイを狙ってるのか、一色はちょっと考えづらいですよね、うん、チュンのトイト落としなんで。はい、そうなるとトイトイも考えづらくないですか。そうか、チュンのトイト落としなんでね、うん、じゃあタンヤオだ。タンヤオですよね。イコールドラありそうですね。イコール、すなわちさあ、フータにはチートイツのイシャンテンですが、そして菅原スーアンコ、うわ、テンパイだ。スッチーピンシャー、まあ、ダマテンから出たら上がりますか。うーん、上がんないのかな。上がんないでしょうね。だからスーピン切るんですよ。うーん、でもほら、スペイ切っとけばスーピン積もってシャーシャーっていけるかもしれない。あー、鎮逸ね、単野を鎮逸。まあ鎮逸スーアンコとか、はいはい、はいはい、とかの方向もあるから。そっか、ペイか。まあ、安全度でスーピン先打つか、うん、変化を見てペイ切るかですか。はい、ただこれスーアンコを向かったとてウーピンとシャーがないので、スーアンコはテンパイまでなんですね、うん、あ、リーチにしましたか。あ、リーチにしましたか。スッチーピンシャー、リーズもメンホンイーペイコ、3000、6000だとどこまで行きますか。ラスのまま抜けず、ラス抜けできず、まあ、もうこれは全通ですね。さつきさんは折りなし。はい、ウーソーリャンマンですか。ウーソーが1枚ありますよ。リャンマンが2枚ありますよ。お、スチーピンシャーはシャーがなくて、スーピンがあと2枚、チーピンが1枚。1枚、意外にあった。3対3。なるほど。しかもスッチピンシャーはサツキさんの現物じゃないから、一緒互角な感じですね。うん、どちらも簡単に出るパイではないでしょう。いやー、でも今日ちょっとこういう展開、菅原悪夢見てますからね。どうなる。でも古谷さんと藤井さんが絶好調ならサツキさんが負けちゃう感じ。あー、積もった。タンヤオドラギリギリに参りましたね。一旦トップ面に立ちましたか。はい、あとはソテンリーズ、それタンヤオドラドラ2000オール。いやー、3ピンポンからなんとか親番連チャンしています。今現状藤井さんが3着ですか。このハンチャンは藤井さんが3着です。はい、まあ、そうですね、さつきさんからしたらね、藤井さんの方がね20ポイント近いですからね。そうですね、この方がまだいいってことですよね。これで今トップ3着ですね、藤井とは。古谷さんから日給とかは本当に、はい、意味ないはまずいけど、意味ないなんですよね。近づいてんだか遠いてんだか得してるか分かんない。分かんない。あ、でも高ハイパイじゃないですか。高ハイパイ戦える。うん、こ
これで今どれぐらい詰まってるんですか。藤井とは1万点素点でかわして着順2つだから3万点戻ってるから23、88、まだまだ遠いですね、うんうん、やっぱり6万点ぐらいまずいきたいですね、はいはい、もう2万点ぐらい。88じゃまだまだ遠いですもんね。88は1回ですよ。だって88ってだって5万8300トップラスですもんねそっか、どっちか飛んでますね、うん、どっちかっていうか飛ばなきゃならないですよ相手が。5万8000点差ってなるとそうですよね。だって2万9000直撃したトップラスだから、まあ、まあきついですね。2万9000親万2発で足んないんだから、うん、大変だ。そっか、親万2発で足りないんですもんね。さあ、さつき、あ、スワンコ見える。ありますね。さつきさんはやっぱりもうね、後継先行リーチいつもを繰り返していきたいですから、はい、そういう狙いにしますよね。あ、古谷チュン行きましたね、うん、形は厳しいですが、お、本一までと上がれば OK の状況にも見えましたが、こっちの方が、まあ、自敗持ってる分バランス取れやすいってことですかね。そうですね、ちょっと安牌がなくなっちゃう、安牌候補がなくなっちゃうのも避けながら、はい、うん、これでイシャンテン、はい、ペンサンピンと、カンチーピンです。お、これで両面両面に変わった、うん、パーマンからいけば3色の可能性を残す、はい、はい、ピンズのね高い古谷さん警戒するならローピンから切る手もありましたけど、うん、やっぱり後継リーチを目指しながら高くできたらラッキーっていう感じですよね、はい。さあ、これで菅原はスワンコのリャンシャン店まで来ましたね。なんか見えてきましたね、はい、こうなるとポンはしたくないが、白がすでに1枚切られている、うん、まあでも漫画上がってもしょうがないですからね。うーん、シャーも1枚切れか。目つぶってスワンコですかね、うん、ん？まだまだか、ちょっと遠いな。ああ、でも古谷さんも結構積極的ですね、はい、今のチーソンタイミングでね、さつきさんの現物だからハツと入れ替えても良かったですけど、うんうんうん、あ、本当ですね、ハツ残した、あ、いいシャンテンだ。これはシャーがあと1枚ですね。チーマンと言いそう、あれ、あれ、チーマン残ってる。あ、今言いそうがこれ初めて来たので、まあ、これすぐ、ドラ切った、あ、ポンテン跳ねマンでよしとした、積もったらばいまん。そうですね、言いそうのポンが入って、これでテンパイ、シャー、チーマン、うわ、天敗入った。これさつきさん絶対絶命。あれ、言いそう、あ、これさつきが積もる牌だったか。シャーチーマンとカンチーピンの天敗、カンチーピンもありますね。三山だ。そうか、でもこれ菅原さんが、はい、藤井さんからこれハネマン直撃してもらったら、さつきさん的には、おお、はい、ね、着順も変わったら、トップラスになっ て, なってさらに素点1万点開く。そうです、菅原さんどうするんですかね。さつきさんから出た、あ、でもチーピン掴んじゃった。あー、チーピンだ。最後は古谷、春本位置3900はなので、さつきさんトップのままですね。トップのまま終わりましたね、はい、4500の上がりとなります。さあ、3回戦が終了しました。わずかな希望が残ったか。3回戦のトップからさつき、続いて古谷、藤井、菅原の並びで終了。